待望のエース復帰のはずが暗雲が立ち込めている。ヤンキースのゲリット・コール投手は24日日本時間25日、本拠地ヤンキースタジアムで行われたメッツ戦に先発するも、5回3分の2を投げて8安打3本塁打、6失点の炎上。今季は7先発で防御率 5.40 と振るわず、本拠地はエースにブーイングを浴びせた。ベンチに戻ったコールも怒り心頭。ベイスポーツ局 FOX スポーツのアナリストを務めるベン・バーランダー氏はゲリット・コール、嬉しくないみたいだと題し、33歳右腕がベンチの手すりをバンバンと叩く映像を公開すると、米各メディアでも拡散。この様子を見たファンからはコールには支払いすぎだ。呆れちゃうね。ダダをこねる赤ちゃんみたい。全く抑えられない。と呆れ返るコメントが寄せられた。彼はどうやってサイヤング賞を受賞したのか。怪我から復帰したら、別の投手になったね。誰かが巨大な赤ちゃんを公園に連れてきました。とても可愛いです。ヤンキースは90試合を終えてどうして悪化するんだ？オリオールズが素晴らしいように見せたもう一人のダメ人間。ヤンキースの倒し方が確立されつつある。とにかく外とジャッジの前にランナーを置かずに、彼らと勝負を避ければかなり勝つ可能性が上がるのではないか？故障が感知していないのかもしれない。今シーズン不調だけど、そこまで叩く必要あるのか？怪我明けだからね。よくて7割のコンディションでしょう。10割コンディションでも気を抜くと打たれる MLB の世界。調子上がるまではこんなもんだと思います。どんな偉大なピッチャーでも二度や三度連続して打ち込まれる時だってある。そんな苦しい時に温かく励ますのが真のファンじゃないのでしょうか。怪我すると本調子になるには時間がかかるからね。状態上がってくるのを待つしかないね。故障明けでしょ？厳しくね。もう少し待ってもいいんじゃないの？今までほぼほぼすごい成績なんだから、ちょっと悪いシーズンがあってもいいっしょ。